こんばんは。やっほー。この間いただいたお花を飾ってみました。ちっちゃいですけど、ここにあります。今日はパジャマで、ハチワレちゃんのパジャマで、ちょっとこうしたら見えないんですけど、今日はパジャマで配信してます。ちいかわとサンリオのやつ、だるだる配信です。すぐ寝るの。でもまだお風呂入ってないから、配信終わってお風呂入ったら寝ます。なぜならば明日は生誕祭があるんですよ。テロップにも書いたんですけど、なんでまあ1公演しかないんですけどね。寝ます。早めに寝ます。明日は当日券もあるので、もし時間に余裕があれば来れるかもって人がいればお待ちしてます。今年2回目の生誕祭ですがまあ来れない人はぜひ配信とか DMM でやるので、そちらの方もぜひ。もう言葉考えたかな。いや、まだちょっとどうしようまだちょっと考えてない。アドリブかな、今年もアドリブかも。まだスピーチを考えていません。考えようって思ったけどちょっと無理だった。待ってます。誰が手紙くれるかな。いや、誰なんだろうね、気になるわ誰だろう。去年はココアさんでした。いや、だから今年の生誕は私かなって思ってたら私じゃなかったココアさんの生誕祭。ソラハ、え、ソラハ、確かにソラハは書いたことないかも。まだ誰だろう。でも意外にまだまだ呼ばれそうなメンバー、書いてそうなメンバーまだ書いてもらったことないかも。ごめん、休み取れんかった。配信で見てね。誰だろうか、気になります。まあ時々なんですけども頑張りたいと思います。前日に配信してくれてありがとう。こちらこそ前日に仕事終わりに見てくれてありがとう。今日はなんかちょっとカラオケしたい気分だったからイヤホンを用意してきたんですよ。最近ね、家で独り言と一人カラオケがすごくて、もうね、人と喋らないから一人でその人生のなんだろう、喋ってない分を取り戻そうとすごいんですよ、一人ごとと一人カラオケがだからちょっと皆さんとカラオケしようかなって思って、今日もオフだったんですけど、なんかマジで喋ってなくて全然喋ってなくて、このショールームが初めて人と話すんですよ。やばいよね、多分アイドルじゃなかったら本当どうなってたんだろうっていう感じなんですけど、
なのでちょっと用意したんですよ、まだなくしてない有線イヤホンを。ちょっと壊れかけてる気がするんだよねこれ。なのでね、ちょっと私のあの人生の声出しに付き合っていただきたいなって思います。じゃあちょっと装着します、入れます。聞こえますか、どうですか。装着しました。これでできるはずなんですけど、ちょっと久しぶりなんですよね、カラオケも。カラオケも久しぶりなんですよね、まあ、とりあえずちょっと待って、 STU ちょっとこ曲増えてるんやけど、増えてる気がする。あれ増えてないかな、こんなもんだっけ。なんか自分がいつカラオケやったのか覚えてないんだけど、増えてる気がする。笑顔のチャンスとか入ってる。それでは声出ししたいと思います。とりあえず新曲が入ってたので、ちょっと待って、新曲歌おうかな。マイクの音量上げとこう。よし、よし、ちょっと今から来た人は何がなんだかって感じよね。それでは聴いてください、10枚目シングルで君は何を後悔するのか。え、違う、間違えてる、間違えたんだけど、違う、あれこれ違うわ。君は何を後悔するのか入れたつもりなのに、これあれだ、なんだっけ、後悔なんかあるわけないだ。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ、あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ、どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ、道はここで分かれる、君と僕も新しい世界へ、最後に抱き合って、何も
このね、I wish you all the best はね、自分の歌えるやから歌えるんですよ。英語ね。ちょっと待って。びっくりしたんだけど今。それでは聞いてくださいって言ってさ、チャラララン、チャチャンチャンチャンかと思ったさ、マジでさ、久しぶりすぎるイントロが流れてきてびっくりした。あれ？後悔ないのかな、新曲。あ、ない。あ、あった。 あるんかーい。なんか多分後悔っていうタイトルが強すぎて、君は何を後悔するのかじゃなくて、もう後悔って見えた瞬間押しちゃいました。君が見えてこなかった。それでは改めまして、君は 君は何を後悔するのか。新曲です。かわいいんだけど、カラオケ用の音源。
なんかカラオケバージョンの方は余韻がありますね。なんかね、本当はねめっちゃ余韻ないの、バサンみたいなバスンって切れるんだけど、余韻がありました。いいね、なんか増えて嬉しいね。ありがとうございます。それでは聞いてください。自分にとっては大切なもの、紛れ込む
き広くて難しい。そうなんよ、低いし高いんだよね。しかも私は低いのも高いのも苦手っていうね23日ラストなの寂しい。そうなんですよ、悲しいね。23日ラストだよ。寂しいんですけど、クリスマスも頑張りたいと思います。どうしよう、一応なんか歌ったことない曲は歌えたかもしれない。なんかリクエストありますか？多分一番だけとかになっちゃうかもしれないけど、歌えそうだったら歌います。ご用心、ご用心、歌ったことないよねあんまり。でもめっちゃ好き。あるのかな、あるんだ。あったわ。Thank you.
ここだけできる。Thank you。 なんか全然リクエストあれば歌います、歌いますわよ。最近でもね48ね、ステイユしかあまり聞いてなくてね、なんか結構ね48以外を聞くことが最近多いから、ちょっと下手だったらごめん。自然と歌主義はないんよ。ST 以外でも全然大丈夫なんですけど、 AKB さんとかでも最近ね、あのキュルリンってしてみてさんのねツインテールは二十歳までめっちゃ聞いてる。ツインテールは二十歳まで、クリスマス系、クリスマス系、クリスマス系って何がある、クリスマスがいっぱいとかとっておきの、確かに。でもクリスマス系はね、クリスマスに歌うかなと思ってるんやけど、まあ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 、あれクリスマスがいっぱいないんだけど、ないことはないよね。こういう時は、こういう時は曲名で行くよりグループから飛んだ方が早いんや。でもグループから飛んだら大変なんだよね。あ、え、ないないんだ、なくてびっくり。そうなんや。じゃあ別のクリスマス、クリスマス曲オーケー。めっちゃお腹鳴るんだけど、これ聞こえてないことを祈る。これね、STU でよくやるんですよ。12月のカンガルーだから踊れるのと、自分が12月生まれなんでめっちゃ好きです。今年もやりたいな、クリスマス。僕の中には君がいる、可愛いよね。何気に割と毎年やってるんですよ、クリスマス公演とか。Thank you.
クリスマスがいっぱいはねなかった。うん、カンガルー、おきちゃんやる気満々ソング、くちゃんやる気満々ソングですね。しかも意外にダンスがちょっと簡単で嬉しい。早いけど、さっきね、アイドルなんかじゃなかったらってコメントあったんやけど、めっちゃ聞くけど歌ったことないんよね。でも今日 FNS でも、えってかあるのかな、めっちゃ好きなんだけど歌ったことないから歌えるのかわかんないんだよね。あ、ないかも。あ、ないんだ。なかったです。どうかなって思ったけど、なかった。絶対それまでは誰も好きにはならない。うおうおう、全てを捨てた程度。じゃあどうしようかな、こんばんは、おきゆか。はい、こんばんは、おきゆかです。フルネーム。息をする心、息はあった気がする。ね、ちょっと待たれ。息をする心、カラオケで歌ったことない。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。あ、明日になれば。
すごい、うまいって言ってくれるんやけどね、優しいね優しいね、うまいかなうまいかな、でもすごい嬉しい、そんなそんなそんな褒めてもらえてありがとうございます。うまいかどうかはあれだけど、うまいって言葉は嬉しいです。Thank you. 天才シンガー歌手ではないよね、声が綺麗やん、ありがとうございます。なんか自己肯定感が上がって嬉しいです配信で、うん、とても自己肯定感が上がります。後悔はコールありなのかなしなのか、福岡の時コールあったけどね、私ちょっと公演の時はね、なんかねあんまり気づかなかったから、あったのかちょっとわかんないけど、リリーベはねめっちゃ揃ってた。なんかお話、リリーベの後にお話特典会があったんだけど、なんかその時になんか練習したみたいな人いたから、そうなんやと思って。まあでもコールはね、みんなまあその自然に生まれるものですから、全然どちらでも でも確かに打ちやすい曲調また福岡来てね。行くよ、行くから来てよ行くよ福岡、好きだもん。なんか老後っていうか40、30ぐらいから福岡に住みたいぐらい、なんか福岡いいな。でも広島もいいんだよな、なんか福岡いいね。なんか東京じゃないのに何でも揃ってる感ある。しかも映画最近見るんですけど、映画のさ、なんかめっちゃ音響のいい映画館、なんか音重視の映画が東京と福岡でしかやらなくて、私の好きな映画が今マジでそのためだけに福岡行こうか迷うなんで広島にないんだ。なんかもうあの轟く音みたいな、なんかなんて読むぐらいの轟音なのか、なんて読むか分かんないけど、音重視のあれそれなんかその設備あるのめっちゃ羨ましい。ゴジラ、ゴジラは見に行きたいですね。マイナスワン、轟音轟音轟音。大阪にも、大阪はなかったんよ、東京と、まあその映画だけかもしれないけど、すごいいいなって思いましたね。うん、あ、引っ張られた。
広島から福岡ってどのぐらいの時間で行けるの？福岡は1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかな、そんなに時間かかんない、新幹線だと。ちなみに岡山は40分ぐらいです。せやねんな、行きたいねんな。さあなんか歌おっかな、なんか可愛い曲を歌おうかな。可愛い可愛い可愛いすぎだよ、可愛い曲歌おうかなっていう、ちょっとね、どうなん、その一言も。ね、じゃあ最強ツインテール、最強ツインテール、可愛すぎる。憧れてた先輩から不意にこう
まあいいけどってツンデレがいた。ツンデレだなってやるぞ。だって上からだありがとう嬉しいそんなお弁当は作れないけど、たまにはね可愛い曲も歌えますよ。可愛い担当ではないけど。最強ツインテールね、マジでツインテールしないからな。最強ツインテールがさ、ない説ある。なんか結構昔の曲なの衝撃なんだけど、あれ結構さもう4年か5年ぐらい前じゃない、5年はさすがに過ぎ、4年前ぐらいじゃない。なんかびっくりするんだけど、探してみよう。さあ一挙、あ、ないかも。最強ツインテール僕の好きな最強ツインテール、ないや。こんなに可愛いの、おはようから始まる世界。え、懐かしい、ツアーで昔やってた。おはようから始まる世界、うわちょっと待って出てこない。おは、あのめっちゃバレエっぽいダンスね、あのマイキューが入ってたやつだ。謝って、おはようから始まる世界、めっちゃモヤモヤする、出てこないメロディーが。なんかセンチメンタルトレインの音が流れてくる。おはー、おはようと言うとふふ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 みたいなやつね。あれいい曲なんや。そうか、ないのか。どうしても君が好きだ、どうしても君が好きだ。踏切の電車にやっぱ歌詞がマックスとき、マックスとき、杉本萌ちゃんがツイッター始めた、昇格して。やっぱ SNS って大事だよね。っていうの3期生も早くツイッターをやらせるんだ。
俺もって言うんだね俺もなんだね。あなたと一緒に歩きたいの後、俺もなんだねすごい、皆さん聞いてくださって拙い歌ですがありがとうございます。あ、そうなん、本当に言うんだ。ちょっとコールまでは知らなくて。そうなんだ。あなたと一緒に歩きたい俺もってことか。うん、初めて知った。そうなんだそうなんや、いいね。おれもーって感じ。ちょっと文字じゃ伝わらないわあなたと一緒に歩きたい、おれもーってこと。息をする心の俺もと同じ。好きだ俺も、好きだ俺も、そういう感じか。俺もいいじゃん、ポキオポキオ。有識者ばっかり。確かに。よっしゃ、結構声が温まってきました。こんなに今日一日分の今日一日分のなんか喋ってなさを挽回していってるわ。どうしようかな。このイジョイさん、あーなんか聞くんだけど、カラオケは歌ったことないかもしれないけど聞いてはいるって感じかな。挽回していってる。そうよ、どうしよう、ちょっと見てみるか。ちょっと待って、ね、あれどうやって見れた。ここか。ね、何にしようかな、迷いますね。よし、もういけるかも。いけそう、いけそう、いけそうって言って全然いけてないThank you.
かわいい、かわいいからちょっとこたつの電気入れよう、寒いありがとうございます。クリスマス曲がなんか冬曲とかさ歌いたくなる季節ですね、クリスマスとか。ちなみにショールームのカラオケではカラオケランキングみたいなの見れるんですけど、バックナンバーさんのクリスマスソングとレミオロメンさんの粉雪が入ってます。会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が僕のことだけよ、やばい歌詞がずっと考えていてほしい粉雪、私のね、お箱ね、電波の悪いこの雪ね、この雪、え、あ、あ、ただ、つく。これはでも、めっちゃ大声出さないといけないから、しかも言うてね、ショールームでってもそんなウケないっていうね私の定番ネタあります、電波の悪いこの雪っていう。定番ネタ、あの STU ではね、クリスマスになったらクリスマスの曲でストレッチをするんですよ、レッスンで。今はねマライアキャリーずっと流れてますもうずっとクリスマスの曲、あの曲が流れてます。おー、へーへーへー、クリスマスイユてる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 で、1月1日は雅楽が流れてます、ポーンみたいな、ポーン、ここしか言えない、ポーンポーンって、はい、流れてますね。雅楽でストレッチします。今年も多分雅楽ですね
みやびでしょ、ジャパニーズだからね。ガガ君にどうやって合わせる、ガガ君のプーンからワンワンへと数えていく、うーん、ツースリーフォー、ファイブシックスセブン、ワン、って意味わかんないよね。マジでね、じわじわのストレッチです。いや、クリスマスな、早く来ないかな。あ、やっぱクリスマス大好き。他にクリスマス曲ないかな。七色と環状電車聴きたいけどダメなんだよね。そう、うちはね、うちはっていうか木本先生が書いた歌詞のあのプロデュースしてるグループの曲しかショールームは歌えないんです。申し訳ない。弾き語りだったらいいんだけど、私弾くものがなくて会場で生誕ティー購入できるの、え、どうなんだろう、多分その日にならないと分かんないかも。聞いてみるね。嬉しい、買ってくれるのかな。予約したクリスマス、予約したクリスマス、僕たちのロマンス、初めてのメリークリスマス、あなたとクリスマス、あなたとクリスマスイブってどんなんだっけ、バラードだよね、あったかな、絶対歌えばわかるんだけど、あなたとクリスマスイブ、ちょっとね聞いてないとね、久しく聞いてないと出てこない。はい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 、思い出してきたかも。これ徐々に歌ってくれて、
これダメだな。低い A メロがもうどんなプレゼントよりこんな感じあなたの両手に抱かれたかった本当に抱かれたい音だった木あげれたのかなあれつけながらずっとこの勇気が二人を待ちの日灯り始めてもダメだ離れたくはないホラーソングでしたね。キーあげれるかそんな機能あった気がするんですよね確か。でもキーあげたらサビも上がっちゃう。サビで下げればいいのか夢に出てきそうな音程でしたね。永遠より一秒長くキーね上げれるよ多分ね。めっちゃ高い曲でさめっちゃキー高くしたらどうなるんだろう。見てみよう。え、キーさプラス10とかにやってみよう。あ、7までしかいけないわ。ちょっとリベンジするわ。プラス7ってどんぐらい高いん。あ、結構高いんじゃない。プラス7ってあれよ、このカラオケでできる一番高い音だった。これどこで行けばいい？高くないこれ？あんま分かんないからこういうの。
待って失敗すぎるこれどうしたいん、難しいんやけどなんか普通に歌ったら絶対違うでしょって感じしたんだけど、え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、え、逆にキーめっちゃキーマイナス7で歌ってみよう。めっちゃ男性っぽい。めっちゃいい音してる。何も歌えないわ難しいね。私にはどれが合ってるんだろう。最初が低すぎるんだよな。私が歌いたいぐらいはどんなプレゼントよりぐらいの曲で歌えたらめっちゃいいんやけど、こうやって何歩ぐらい上げたらいいんだろう。あなたの両手に抱かれた肩。 3? 本当に上げすぎじゃない？大丈夫？上げてみるわ。プラス3ね。結構高いよ。これプラス3です。合ってるのかな。ちょっと一回これサビはあれで合ってないめっちゃ難しいんやけど、合ってる？合ってるって。後半合ってた。だって
A メロとか合ってんのかな。すごいですね、この自分で自分の歌いたいところを歌えるっていい、いいのかな。じゃあ今度からあなたとクリスマスイブ歌うときはプラス3にして後半だけ歌いますね、サビの後半いいね。あ、本当に後半まだあるよ。でもこれ転調するわ、やばい。迷子すぎますね、音程迷子クリスマスです。これなんか合ってるのかも、ちょっと自分が音痴すぎて何が合ってて何が合ってないのかもちょっとね分かんない。ボイトレ行ったら、いや本当にね行かなきゃね。なんか私ボイトレの先生にねいつもね自分が合ってないか分かるって言われるんだけどね、こう自分があ私の耳が本当に自分が合ってないように感じて、合ってるように感じてしまうけど多分合ってないんですよ。どこ歌ってんだろうね本当に。失礼しました、ありがとうございました、お付き合いを、お付き合いありがとうございました。だいぶだいぶ分かりました、サビの中盤ぐらいから合ってる、サビの中盤が合ってたらしいです面白かった、あ、ほんと面白かったなら何より。そう、この曲ね STU メンバーがなんかめっちゃハモって歌ってた時あった。うん、何入れようかな。ではちょっとピアノ系の曲でいきたいと思います。ポチッ。Thank you.
い、充電がない。充電がない。信じてまっすぐ歩いて行こう。何にも分かっていないんだ。自分のことなんて真実の叫びを聞こう。充電しようかな。どうも。すごいいっぱいカラオケ久しぶりにやりました。聞いてもらってありがとうございます。よいしょ。ふう、これで人と喋ってない時間を取り戻したよ。ありがとうございました。あなたとクリスマスイブではキーを何回も何回も変えて、これで無事に明日の生誕祭では声が出そうです。ありがとう。しかも結構1時間半はもう配信してるわ。ありがとうございました。明日は生誕祭がありまして、当日券もあるのでよかったらぜひ。よし、これで声がいい感じに明日は出ます。明日会いに行く、待ってるよ。ありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな。もうだって時間がね、結構配信したね。すごい、ありがとう。生誕頑張、ありがとう、頑張ります。お仕事しながらお仕事します。頑張れお仕事。あ、皆さん多分明日も会社だと思うので、学校とか頑張ってください。応援してます。私も頑張ります。うわー、ありがとう。なんか久しぶりにこうソロで歌うというか、カラオケ久しぶりでしたわ。では壇上読んで終わりたいと思います。ありがとう。オキポ放課後音楽祭開催したわ今。13位から読みます。13位、編成風さん、編成風。12位ペルさん、11位トートーさん、10位とりあえずルービーさん、9位アルマサトリアさん、8位ティーアウマンさん、7位ジェリーさん、6位コバチャさん、5位バンボシさん、4位テリーピーさんでした。ありがとうございました。そして3位がセリアさん、2位がセルジュールタンスさん、1位がホクさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。今夜もありがとう。こちらこそ楽しい時間をありがとうございました。生誕祭も明日よろしくお願いします。ということで会いたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。バイチャラポ。